沖縄市は沖縄本島中部に位置する沖縄県第2の都市。沖縄市の中心外沖縄県で那覇市に次いで2番目に人口が多い市で沖縄市都市県を構成する中心都市である。また鉄道のない市としては日本一人口の多い市でもある。2015年の国勢調査では人口増加数は沖縄県で最も多く。 人口増加率も6.96%を記録し、全国の市で4位、3大都市圏の市を除けば最も高い。カデナ基地などの米軍基地を多く抱える事情などから、国際色が豊かであり、独自の文化を持つ沖縄県の中でも特に独特の雰囲気を持つ。また、芸能も盛んであり、多くの音楽家を生み出した都市でもある。沖縄県内で最もエーサーが盛んな地域で、 沖縄最大規模のエーサー祭り、沖縄全島エーサー祭りは、毎年沖縄市小座運動公園で開催されている。2007年6月13日には、エーサーの町宣言をし、エーサー文化のさらなる発展に取り組んでいる。小座地区と三里地区の2地区に区分するときもある。合併によって、小座市が消滅して40年以上経つ今なお、沖縄市の旧小座地域は、 小座の愛称で親しまれている。三里と越来は市内の町名として隣接して残っており、三久高岡高校の名称の由来となっている。小座市と三里村の合併にあたっては対等合併が条件であり、特に合併後の新市名と市役所所在地については合併の成否を左右するほどの課題であった。そこで新市名について公募を実施。 384通161種の名称の案の中から沖縄市が選ばれた。県に提出された合併申請書によれば、新市名選定の理由を那覇市中心の経済圏の再検討が迫られており、かでな空港、合わせ商工の開発により沖縄の中枢都市建設を図るとしている。なお、この公募では後に市内の高校の名称となるミクシ。 2005年に同じ沖縄本島中部に誕生するウルマ市という名称も寄せられている。ちなみに1958年、周辺の三種村と合併したばかりの那覇市において沖縄市への解消が議論されたことがあったが、実現しなかった。海外院は住居表示実施地区。院は米軍施設が置かれており、無重の地域。中央パークアベニュー。 合わせ日型沖縄県立小座高等学校沖縄市、戦後文化資料展示館ヒストリート一般路線バスは、琉球バス交通、沖縄バス、東洋バスの3社による運行である。那覇バスは、前身の那覇交通時代に乗り入れたものの、経営合理化で2004年までに沖縄市内の路線が全廃され、高速バスのみの運行となっている。那覇市、うるま市、名護市など、 沖縄本島内各地へ運行している。沖縄市内を通るすべての一般路線が、小座十字路付近にある、小座バス停を経由しており、大型時刻表等では、小座バス停が、沖縄市の中心駅とされている。市役所もよりバス停は、小座の少し西側にある小屋十字路付近にある、小屋バス停である。高速バスは、市内の沖縄自動車道を通り抜けるのは、琉球バス交通。 沖縄バス、那覇バス、東洋バスの4社で、共同運行する111番、琉球バス交通、沖縄バス、那覇バスの3社で、共同運行する117番、沖縄中央観光が運行するヤンバル急行バスの3路線。111.117番高速バスは、高速道路外の IC 併設のバス停留所にも、停車する。ヤンバル急行バスは、 沖縄自動車道場の山里、池部東バス停のみに停車する。他に、沖縄市街地と那覇市を高速道路経由で結ぶ路線もある。また、沖縄市中心部を循環運行するコミュニティバスの沖縄市循環バスが運行されている。琉球バス交通に委託運行する西部、北部ルートと東洋バスに委託運行する中部、東部ルートの4路線。 下表の運行会社の、琉球は、琉球バス交通の路線、沖縄は、沖縄バスの路線、那覇は、那覇バスの路線、東洋は、東洋バスの路線、複数表記は共同運行路線。BT イコールバスタ沖縄自動車道、沖縄南インターチェンジ付近沖縄市における、米軍基地の概要50音順。ありがとうございます。